おはようございます、オルノーです。はい、今日はですね、夏野菜の植え付け準備ということで、こちらトウモロコシの種をまいていこうと思います。で、姉ちゃん、今ねこの現場には夏野菜の準備がいろいろとされておりますよ。これわかる？左から、これ、あ、なんだこれ。それはさっき姉ちゃんが植え付けを手伝ってくれたレタス。レタスですね、はい。まあ、レタス夏野菜っていうか、まあ、通年いけるんですけど、レタスからこっち、これは札がありますよ、ちゃんと。ピーマン、うん、似てるよね、うん、ってことで、これパプリカです、うん、あそこになぜかレタスが2つあります。もう混ざってるな。混ざってます。で、こちら、これは、あ、これパプリカ、かっこ黄色です。あ、色ね、うん、色ですね。で、こっちが姉ちゃんも大好きなあの野菜ですね。特徴的な、おお、よくわかったね。これトマトです、うん、うん。これはかなり大きくなったね、うん、種まいた時期はね、一緒なんだよ、これと。うん、うん、ここまで差がつきましたね、はい。まあ、もうちょっとあっちまで行こうか。はい、で、これなんだ、これは、これが何でしょう。なんか見たことない。レタスっぽい。レタスっぽいでしょ。これベビーリーフって言って、いろんなレタスのこうミックスのやつだね。はい。で、これも順調です。うん、これなんだ。これ雑草だと思って俺今。これレタスです。レタスなのこれ。これもレタス。はい。どうやって植え替えるのこれ。これもさっきみたいに一個ずつこう引きちぎって植えます。うん、はい。で、これわかる。これも姉ちゃん好きな野菜だよ。オクラ。あー、違う。キュ？キュウリ。正解。うーん、はい、キュウリです。というわけで、まあこれがね、しようって言ってさ、うん、最初に出てくる双葉、うん、まあお母ちゃん由来の体だよね。うん、で、そこから今新しい本葉っていう、まあこいつ自身が出した葉っぱ。あー、なるほど。これが出てきてる。形がちょっと違う。うん、いうことです。で、今日はこのゴールドラッシュっていうトウモロコシ、今日がね、うん、4月の21ですか、うん、うん、なんですけど、今からこのゴールドラッシュを巻いていきます。姉さん、植物の発芽に必要な3つの要素っていうのをご存知かな。日光。日光。土。土。水。惜しい。水と温度と空気です、はいはい。はい。この3つが必要です。うん、なので、まあ、そこをね、確保してあげるように、種まきの準備っていうのをやっていこうと思います。うん、ちょっと失敗するとね、出揃わなかったりするんで、うん、その辺をちょっと注意してやっていこうと思います。で、水の確保っていう意味で、今これもう開いちゃってるんだけど、うん、ちょっと実験をします。これ今半分ぐらい残ってるんだけど、うん、半分は最初もう水にどっぷりつけてから巻くと。いうことをやってみようと思います。その比較の実験もやります。じゃあ早速準備していきましょう。はい、それじゃあ今からトウモロコシ巻いていきますね。で、今回巻くのはこちらのセルトレイ。これは今回ね、コメディで買ってきた1枚100円ぐらいのセルトレイになります、うん、で、これはまあ要するにポットが連なった状態のものなんですよ、こうやってね、うん、で、そこに穴が開いててっていうような。で、これが 1,2,3,4,5,6,7,8×16 かな。で、128の穴があります。で、これで一発で128個の植物を育てられるというものです。で、まずはここに土を入れていきます。で、今回使う土っていうのが、近くのね、花農家さんの花を育てて、ダメになったやつの残った土ということで再利用です。SDGs ってやつだ。 SDGs です。ではね、早速詰めていきますよ。結構ざわざわざっくりざっくりだね。ざっくりでよ。ざっくりざっくりだ。ざっくり。おお、はい、はいはいはい、OK。 まあ、こんな感じで詰めまして、うん、これもう一回よ。こんにちは。何やねん。ハーブでございます。それあれじゃん。ゆるキャンでどんぐりが喋るみたいなやつでしょ。あまり映えませんが、ハーブでございます。ミント。あ、ミント。同じだ。それ
ミントティーで飲むと美味しいんで。はい、OK。これでまず下準備は OK です。はい。じゃあちょっと会場を移します。ズラン。ズドン。で、今からここに上穴を作っていきますよ。ちょっとずつへこましていきまーす。トントン。おー。うん。で、ここに、こいつ。ゴールドラッシュを入れていきますよ。なんか、変な色だね。うん、変な色でしょ。でもなんかトウモロコシの形してない、うん、してるしてる。しぼんでんね。救出するの気まずい。うん。一回入れちゃうとね。そうそう。はい。というわけで今姉ちゃんに手伝ってもらってますが、もう片方はね、事前にちょっと水浸しにしていたものがありますのでこちらを使います。なかなかこれね沈まないのもあるんだけどね。どうなんでしょうね。これ全部だよ。それ全部だった？うん、OK。 じゃあこっち入れようか。はい、ではね、これ今水からあげましたんで、逆側からまあ4列分と3つかな、うん、はこの水浸し処理をしてあります。まあといっても2時間ぐらいか。しか本当はね2日とかやった方がいいみたいな比較をしてみましょう。うん、はい、 OK。 これでとりあえずワンプレート完成。はい、というわけで全部入れましたね、うん、ほんで今上からちょっと指で押して深めになるようにしました。いい感じだね、うん、でちょうどね種ね2個余り惜しかった。はい、で今からこの上に土をかぶせていきます。今回もバーミフライトを使っていきますよ。ちょっと手に取ってみて。そう、見せて見せて。そう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 、はいはい、それを上に振りかけてってください。はい、オッケー、いいんじゃない、うん、上手だね。そしたら必ずやんなきゃいけないのがお水です、うん、そうです。なので今からこれにお水をやりに行きますよ、うん、はい、うん、一回ベーって出してから、そう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 。一回やめようか、うん、はい、で姉ちゃん今一回やったけどこれね、うん、一回だけやっただけではあの水入ってないところもあるからね。こんなに濡らしたのに、うん、濡らしたと思っても入ってないと出てこないんで、うん、時間を置いてからあと2回ぐらいやるから、うん、おい、はい、頼むよ。はい、これで 2,3 回水をやった状態ですね、まあ、実際こうやって種浮いてきてるのもありますわ。なんでこういう感じになってきたら OK で、下を覗いてみるとまあビタビタ水落ちてきてるんで OK でしょう。はい、この状態にして水やり OK です。で、水分とある程度温度を取りたいので床にベタ置きスタイルで今回はいきます。はい、でここでいつもおなじみの発芽といえばシルバーシートということで、シルバーポリシート、まあどう考えてもオーバースペックなんですけどこれで覆います。まあこれで、今やった水やり以降発芽するまではもう出さないということですね。これで保温かつ保湿というところで、このまま発芽を迎えるまで、置いていきます。まあ、前回はちょっと下浮かせてやっていたっていうのもあって多分発芽揃わなかったので今回これでバッチリ揃うんじゃないですかね。はい、というわけで今回は、夏野菜の準備ということでトウモロコシの破種を行いました。まあこれ多分順調にいくと5日ぐらいで多分出揃ってくると思いますんで、今日日曜日ですから来週末ぐらいには出揃ってくるんじゃないかなという想定です。はい、まあ、トウモロコシ夏のね野菜の代表格、バーベキューにあって困らない野菜なんで、順調に出てくれるなといいなというところですね。はい、それではまあ夏野菜非常にね美味しいですし育てがいがある野菜たちですので皆さんもぜひ育ててみてください。また次回の動画でお会いしましょう。